花抜木ダムは、茨城県高萩市二級河川、花抜木川本流上流部に建設されたダムである。茨城県が管理する県営ダムで、高さ45.3メートルの重力式、コンクリートダム。花抜木川の治水および、高萩市の水亀として、国庫の補助を受けて建設された補助多目的ダムである。このダムは日本では、数少ない。 海が見えるダムの一つでもあり、花園花抜き県立自然公園に指定される観光地でもある。ダムによって形成された人造湖には特に名称が付けられていない。花抜き川は、阿武熊高地の南部に属する多賀山地、標高688.2メートルの高萩市、大農奥付近に水源を発してほぼ東に流路を取り、高萩市南部を流れ、太平洋に注ぐ。 二級水系、花抜川水系の本流であり、流路延長 19.4km、流域面積66.9平方 km の消火川である。流域はすべて高萩市域にあり、そのほとんどは河口岩を中心とする産地で占められ、上流部は紅葉の名所でもある、花抜渓谷を形成する。ダムは花抜渓谷の出口付近に建設された。 高萩市は北に関根川、南に花の木川という二つの河川が流れており、その中間部に高萩市街地が存在する。このうち市内最大の河川が花の木川で、古くより流域のうちの水源及び小規模な水力発動しかし花の木川は小川川であるがゆえに、河川の流量が不安定で、干ばつになれば水流は極端に少なくなって、 農業用水の取水にも困難をきたしていた。その一方で、ほとんど河川改修が行われていなかった原子の状態に近い河川であり、かつ流域面積の大半は産地である、急流河川でもあることから、大雨が降れば、すぐに洪水を引き起こして、高萩市内はたびたび水害に見舞われていた。戦後高萩市は常磐炭鉱が近くにあった関係から、 炭鉱の関係者が住むようになり、さらに、日立製作所の本拠である、日立市にも近いことから次第に、工場従事者を中心に人口が増加。高度経済成長期にはその傾向に拍車がかかり、高萩市の上水道需要は、急激に増大して行った。また炭鉱閉山後の企業誘致により太平洋沿いに、松久保工業団地が造成され日立グループの関連工場をはじめ、 山の内製薬などの工場が進出、それに伴って工業用水道の需要が拡大した。だが、花抜川は小河川で流量が不安定でもあり、河川から直接取水する従来の方法では、急激に増加する上水道、工業用水道需要に到底立ち打ちできず、地下水についても海沿いであるため塩分を含み用水には利用できなかった。これに加えて農地面積も拡大して、 農業用水の需要も増加。もはや水需要はパンク寸前の状態であった。こうした背景から、利水面で新たな水源の確保に迫られる一方で、人口の増加とそれに伴う住宅地の拡大、及び工場の進出に付随する交通網の整備は、花の木川の治水安全度を低下させ、水害が起こればその被害額は、従来の日ではなくなることが予想された。 だが、堤防の建設や川幅の拡張といった、治水方法はそれら住宅地、工場の他常磐線、国道6号の橋梁付け替えといった移転対策が課題となり、莫大な保障費を伴うことから実現は難しい状況であった。そこで、河川管理者である茨城県は、治水取水を一挙に解決できる方法として、多目的ダムを中心とした。 河川総合開発事業による河川改修を検討した。当時茨城県は県内初の多目的ダム事業として北茨城市を流れる茨城県最大の二級河川である大北川の支流、花園川に水沼ダムを建設し1966年に完成させていた。大北川流域も花抜川と同様の問題を抱えていたが、 水沼ダムの完成によりその問題が解決に向かったことから、茨城県は、水沼ダムに次ぐ第2の多目的ダム事業を花抜き川で行うことを決定。水沼ダム完成の同年に花抜き川、総合開発事業の中心事業として、花抜きダムの建設が着手されたのである。1966年よりダム建設を行うための基礎調査である。 実施計画調査が2年間行われ、調査終了後水没予定地に対する保証交渉が行われた。ダム建設予定地には人家は全くなく、水没予定地のすべてが国有林と私有林であった。このため保証交渉は主に国有林を管理する営林所と私有林を所有する地主に対して行われ、他のダム事業と比べて比較的スムーズに進展した。 また公共保障についても、県道と林道の付け替えのみであり、交渉自体は1年程度で終了した。その後県道と林道の付け替え工事を実施し、1969年よりダム本体の工事に着手。1972年12月に試験的に貯水を行う試験淡水を開始し、翌1973年3月にはすべての事業が完成して、 運用を開始した。ダムの目的は、洪水調節、不特定自水、上水道及び工業用水道の供給の4つである。まず洪水調節については、花抜川下流の高葉西透明を治水基準点として、過去最大の洪水流量から算出される、計画洪水流量、毎秒410立方メートルの半分である毎秒205立方メートルをダム湖に貯留し、 下流に残り半分を放流することで、洪水被害額を7、700万円軽減させる。不特定利水については、高萩市にある既存の農地に対して下記に、毎秒1.18立方メートル、最大で2.064立方メートルの水量を、花の木側に一定に放流することで川枯れを防ぎ、農業用水の取水が可能となるようにした。 上水道については3万人の高萩市民を対象として追加治療で9000立方メートル。工業用水道については松久保工業団地の工場群に対して追加治療で2万立方メートルの用水を供給する。ダムの完成によって花の木川の地水は飛躍的に改善し、現在に至るまで死者を伴うような目立った水害は発生していない。また逼迫していた。 水道供給も改善されたが、その後も人口と工場の増加は続き水需要は高萩市だけでなく北茨城市も増大の一途をたどっていた。このため茨城県はさらなる河川総合開発事業として1977年より大北川本流に茨城県最大規模のダムである小山ダムの建設を開始した。 保証交渉などの長期化で完成まで28年を費やしたが2005年にダムは完成している。花抜きダムは小山ダムと共に高萩市の水亀として機能し、日本有数の充電企業である日立製作所を縁の下で支える役割も担っている。花抜きダム湖。秋になると上流の花抜き渓谷からダム遺体が紅葉に覆われ、多くの観光客が訪れる。 花抜きダムは高萩市街地から5キロメートル強という近距離にある都市型ダムである。完成以後しばらくは一般人のダムへの立ち入りは禁止されていたが、現在は年末年始を除く9時から16時まで一般開放されており多くの市民が訪れる。特に訪問客が多くなるのは春と秋で、春はダム直下にある花抜き桜公園に植えられている300本の ソメイヨシノが満開を迎え、夜間はライトアップも行われることから多くの花見客で賑わう。1990年に開設された花の木ふるさと自然公園もダム棒にあり、キャンプやバーベキューでも多くの市民が利用するスポットとなっている。また秋は一帯が紅葉で覆われるが、ダム上流には袋田の滝、竜神橋などと並ぶ茨城県の紅葉の名所。 花抜き渓谷がある。花崗岩を主体とする急峻な渓谷であるが、花抜き川流域の紅葉樹が、例年11月上旬により、一斉に色づく。花抜き渓谷から花抜きダムにかけては、県内外から多くの観光客が訪れ、渋滞も発生する。花抜き川第一発電所、第三号水路橋また花抜きダム州、文化財としては、 大正時代に建設された花抜川第一発電所第三号水路橋が至近距離にある。花抜川は大正時代より常磐炭鉱へ電力を供給するため水力発電の開発が行われ現在も3カ所の水力発電所が稼働している。このうち1918年5月31日に運転を開始した花抜川第一発電所に 発電用の水を供給するために建設されたのが、この水路橋である。二つのアーチからなるアーチ橋で、いわゆるメガネ橋であるが建造当時のまま現存しており、国の登録有形文化財に登録されている。花抜きダム天場から見た太平洋。日本では数少ない海が見えるダムの一つである。花抜きダムは海が見えるダムとして、 地元を中心に知られている。そもそも山間部に建設されるダムは、海から遠く離れているのが普通であるが、花抜きダムの場合はダムから、海まで直線距離で 10km 以内であること、また山間部下流で開けた場所に建設されていることも、あって、ダムの頂上である天馬から肉眼で、太平洋を望むことが可能となっている。晴天であれば、海上に浮かぶ船舶も確認できるほか、 秋になると紅葉と太平洋の眺望を同時に楽しむことができる稀なスポットである。このため、花抜き渓谷を訪れる観光客は同時にダムへも立ち寄ることが多く、特に賑わいを見せる。2008年現在日本には約2700カ所のダムが建設されているが、財団法人日本ダム協会の調べによると、 ダム本体から海を望めると確認されているダムは34カ所に過ぎない。その大多数が瀬戸内海周辺や離島に建設されたダムで、関東地方では花抜きダムの他千葉県に2カ所存在するのみである。こうした特色もあって、比較的小規模なダムではあるが、観光客が訪れることの多いダムとなっており、1985年。 茨城県民によって投票された茨城百選において花抜き渓谷ともに得票数第2位の観光地に選ばれている。花抜きダムへは常磐自動車道高萩インターチェンジュ下車後県道67号経由で福島県道茨城県道10号日立岩木線を南下し秋山交差点で国道461号に右折後直進して5分程度で到着する。 公共交通機関では、JR 東日本常磐線、高萩駅が、最寄り駅である。花抜木渓谷では、紅葉シーズンに、見三橋方面への車両乗り入れ規制が行われ、有料駐車場から歩くことになる。また有料駐車場は11月のみ、駐車場等の維持管理費へ充てるために普通車が1日500円、観光バスが1日2000円徴収される。 花抜きダムの駐車場を含めて周辺の臨時駐車場は午前中で満車となり道路の両側に路上駐車の列ができる場所もある。このため大型バス等のすれ違いに支障をきたす場合があり駐車場の空き町と合わさって数キロ程度の渋滞も発生する。また最寄りの上岸自動車道高萩インターチェンジ出口を先頭に渋滞もすることがあり最悪の場合は 花抜きが無先から高萩インターチェンジ付近までの大渋滞となることもある。これは高萩駅から渓谷行きのバスがなく、地元の高萩観光協会などが紅葉シーズンにホームページで自家用車や観光バスで来るように呼びかけていることも要因の一つと考えられる。ありがとうございます。